川端です。よろしくお願いします。今回はこの図において、このね、正六角形の面積を求めなさいという、川端です。よろしくお願いします。今回はですね、この長方形がありまして、この長方形がですね、この4つの隅をなんか切り取って正六角形ができると、その時の正六角形のね、面積を求めなさいという問題です。 これ4つの隅でね、合同な三角形を切り取るってことですけども、まあ、例えばですね、まあ、こう切り取ってしまうとですね、まあ、例えば合ドね、これだと、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8角形になってしまいます。ということで、えー、これだと8角形になっちゃうわけですから、 じゃあ、どう考えればいいかっていうことなんですけれども、ちょうどここの中点ですね。と、ここの中点取って、で、えー、こう切ると。はい。こうすると、あ、正六角形っぽくできてますよね。この四つの隅の直角三角形を切り取ると、このようになります。えー ここの中点取るとですね、この横幅が長い六角形になってしまうので、うまくいきません。なので、このような形になります。この4つの直角三角形が合同な直角三角形ということで。で先ほど言ったように、ここ6の半分で、6の半分で、ここ3、3ですね。ちょうど3、3になり、でなおかつ、正六角形は押さえてほしいこととしてはですね、これ対角線で切ったときに、正三角形が6つできるんですね。 つまり、一つの内角、60度と60度足して120度になります。ってことは、ここ120度になるってことは、これ外角が60度だということですね。ということで、ここ60、90、30度の直角三角形が、まあ、できるということになるわけですね。はい。で、そしたらですね、えー、比がわかりますよね。比が、えー、1対、ルート3と。 いう日になりますので。ってことは、ちょっと被っちゃったな。被ってしまった。こっちでやるか。ここは1対ルート3になりますから。ってことは、こっからここの長さですね。っていうのは3、3× ルート3分の1倍出ますね。丸1個分ですが、えー3、3× ルート3分の1倍。で、つまりこれルート3という概念に出るわけです。ここはルート3という概念に出ますよ、ということですね。 で、えー、っていうことは、まあ、結局、このね、30、60、90度の直角三角形4つ繰り抜けばいいので、長方形の面積は 6×4√3 から、えー、この直角三角形3 ×√ 3 ×二分の一、これを4つ引いて、そうすると、これ 24√3 引く 6√3。 よって答えが18ルート3という具合に出るわけです。はい。ということで。まあ、ちなみにですけど、まあ、一辺の長さ求めてもいいんですが、ここ結局4ルート3からルート3とルート3引いて、ここ2ルート3と出ますね、えー。つまり一辺の長さが2ルート3の、えー、正三角形。それが6個あるっていうふうに考えてもいいです。 これ、受験生は直に知っといてほしいんですけど、正三角形の面積ですが、一辺の長さが A の時、面積は4分のルート 3A2 乗で出ます。まあ、これ、高校入試のね、えー、まあ、何回高校受けるんだったらね、知っといた方がいいかなっていうところなんですけども。そうすると、4分のルート 3×2 ルート3の2乗。今、一辺の長さがね、2ルート3。このようにね、分けて考えた時に、正三角形ね、6個作るって考えた時に、4分のルート 3×2 ルート3の2乗かける ×6。 で、これを計算しても、えー、12×4 分の1で3、3ルート 3×6 で、やはり18ルート3というぐらいにね、出ますので、このように考えてくれても構いません。まあ、長方形からね、この30,60,90を作り抜くと、やっても解くこともできるよという問題でしたということです。はい。えー、こちらに書きましたね、オンライン数学塾やっております。 えー、受験までですね、もう100日を切ってしまっているような状況かと思うんですけれども、まだまだねあの、伸びる余地あるかと思います。過去問やってね、全然ダメだと思った方はですね、ぜひね、私のオンライン数学受験ね、お任せいただけたらというふうに思います。えー、今ね、中学校3年生もそうですけど、中1、中2、高1、高2、高3ね、えー、高3はちょっと今から入ってもちょっと厳しいかな <laughs> っていうところあるんですけども、えー、集団授業もやってますのでね、興味ある方は、えー、ぜひ、あの、<laughs> ホームページ見て、 よかったなと思ったら、まずはね、無料体験することができますのでね、えー、ぜひ私と、私の無料体験ね、受けることをお勧めします。以上で解説を終わります。では。<laughs>